はい、コニカの S というカメラですね。1959年に、出たカメラです。ですからもう半世紀以上経った、カメラになります。完全フルマニュアルの、レンズシャッター式のレンジファインダー機です。当時としては非常に、珍しかったこのセレンジュ光素子という、元祖太陽電池のようなものと考えてください。これは内蔵された、カメラとして、どちらかというと高級仕様だったカメラです。はい、でまず、使い方ですが、フィルム室の開け方、ここですね、このピンを引っ張ってあげてください。そうするとポンと開きます。はい、巻き戻しクランクはもう全く関係ございませんので、これを引っ張っても開きません。ですから気をつけてくださいね。これを無理に強く引っ張ったからといって、中で何の連動もしていませんから、部品の変形につながります。大体1950年代からもう60年代までは、フィルム室の開け方というのは大体横、ここにピンがあるものだというふうに、思っていただければ一般的なので間違いないと思います。1970年代に入ってくると、こういった巻き戻しクランクを引っ張れば開くものが出てくるんですが、まあ、一眼レフですとね、もう60年代から巻き戻しクランクを引っ張れば開くものがありますけれども、大体レンズシャッター式のレンジファインダーというものはこういうフィルム室の開け方になっています。で、フィルムを装填して2回ほど、空打ちをした後にですね、まず、フィルム感度設定です。ここです。ここに、確認窓があります。ここですね。はい。切り込みがあって中に数値があります。で、ここにあるピンですね。このピンを動かしてあげれば中の数字が動きますので、これでまずフィルム感度設定をしてあげます。はい。で、次にシャッタースピードの設定です。アーサー ASA100 でしたら125分の1秒に、決めていただきましたら、基準になりますので、よろしいかというふうに思いますね。で、被写体に向けまして、次にこの絞りリングですね。この絞りリングを動かします。これを動かしますと、ここに、表示窓がありますね。これはロス系の、指針です。この針を見ながら、このリングを動かしていけますと、こういうふうに動きますので、だいたい真ん中あたり、真ん中あたりに来ると大体適正露出ですよということですから、そこで露出を決めていただいて、あとは一番奥にあるこれ、距離計ですね。ファインダーを覗きながら、この距離計を動かして二重画像を合致させてあげれば、いいわけですね。あとはシャッターを押すだけです。はい、で、気をつけていただきたいのが、やはりこのカメラも、セルフタイマーですね。セルフタイマーここにあります。はい、巻き上げて入れるとシャッターを押すと切れるんですが、こうやって走り出すんですが、ここに、ストロボとの切り替えスイッチですね、 X と M という表示があります。この X と M という切り替えスイッチはですね、ストロボの種類によって切り替えるものなんですけれども、ただそれだけではなしに、このセルフタイマーのロック機能も兼ね備えています。今これ X になってますね。で、セルフタイマーがセットできるわけですけれども、これ M にしますと動きません。この内側からシャッターユニットの中なんですけれども、内側からピンが出てきてロックがかかるようになってます。そうするとセルフタイマー入りませんので、決して無理に動かさないようにご注意ください。セルフタイマーをセットしようとして、もし動かなければ、ここのピンの、ね、位置を確認していただければいいわけですね。で、これですね、セルフタイマー使わなかったらですね、随時だいたい M にセットしておくことをお勧めします。なぜかというと、こうカメラ構えた時にだいたいこういう感じになるわけですね。そうすると、不用意に当たるんですね、このセルフタイマーのところにね。で、そうすると、セルフタイマーを使うときではないのに、セルフタイマーが入ってしまったりしますので、そういった意味では、ロックしておくことをお勧めします。はい。で、いろいろと、面白い、部分がございまして、非常に時代を感じるんですけれども、
ここの巻き上げレバーのところにこういうあの窓があるんですけれどもね、今これ白黒というマークになってますけれども、これを動かしますと、青と赤と、3種類切り替えができます。これ何のためにわざわざこんなことになっているかと言いますと、装填したフィルムの種類を示すためなんですね。この白黒でしたら、まあ、白黒フィルム。青ならネガ。赤ならポジという形でですね、装填したフィルムの種類をここで示せれるようになっているわけですね。実際使っている人が自分の使っているフィルム、ポジなのかネガなのか忘れることはまずないと思うんですが、カメラが非常に高級な時代でしたので、こういうこともまあセットできるということですね。それもこういった非常に精密な形でそれができているわけですけれども、そういったところにやはりユーザーが高級感を感じた時代でもあるわけですね。で、こういうことがですね、当時のカメラにはあるわけですね。こういうこともまた素敵な部分だと私は思うんですけれども。で、何よりもこのレンズですね、非常によく映ります。ヘキサノンの、48mm、もうこう、ほぼ標準ですね、広角というよりも。で、開放値 F2 という非常に明るいレンズがついています。状態のいいものが非常に多いんですね。ですから、ちょっとこの仕様ですね、ちょっとやぼったいということで、あまり人気はないんですけれども、こんなによく映るカメラはないと思いますので、若い方などはですね、この露出系が使えなくなってても完全フルマニュアルで使えますので、ぜひ一度手に取ってですね、体験していただけたらなと思います。難しい理由は何もいらないと思うんですね。例えばここに、コニカのフォントがありますね。ね、このフォント非常に私は好きで素敵だと思うんですけれども、この本当が好きだ、いいなというふうな、そんな理由でも私は手に取る理由としては十分だと思います。はい、そういうところからいろいろなきっかけでですね、とにかく手に取っていただいて、これからの世代の人に受け継がれていったらいいなというふうな一台です。はい、若い方などは非常にこういろいろと自分でカスタマイズするのが得意でしょうから、こういうこれビニールなんですけれどもね、こういった革の部分も簡単に剥がれますので、なんか自分の好きなものに貼り替えて使われても私はいいんじゃないかなというふうに思っています。はい、コニカ S でした。はい、もし手元に渡るようなことがあれば大事にしていただければというふうに思います。以上です。